はい、どうも、ユッキーです。今日は、こちら。ね。アムステルダムオリジナル。はい。これが何グラム入りだ、これ。書いてない。このマックバーレンのクソペーパーついてましたね。クソペーパーだったしか。あ、クソペーパーだった。いや。あ、25g ですね。はい。25g。なってます。これいくらだったっけなシャープ。あ、違う、アムステルダマー。アムステルダマーってやつ。25g入りで600円。です。バージニアバ本来のきつみを残しながらほのかな甘みが特徴。となっております。まあ、新しいね、冒険しないと、ことは進みませんので。ね。やっぱなんかこう、ね、吸ったことないやつを、こう吸ってみるっていう、冒険をね、しないと、ダメです。ピアノ、ブルーフィルター。なくなってきたな、もう。で、OCB のアルティメイト。です。あ、てかこれ普通に湿ってるな。結構。あ、無添加じゃないから、あれなのか。そっか、これ無添加じゃないからだ。だから若干、若干加湿されてるってことか。そうか、そうか。なるほど。まあ、俺ずーっともう、ねえ、無添加者捨てこなかったからな。最近はマジで。よし。それでは、捨ていきまーす。あ、結構辛いな。あれ？なんか、着工されてるな、これな。うわ、これは、なんか甘い。なんだろうな、これな。なんかで吸ったな。これ着工系だな、これ完全に。甘い。オリジナルって書いてあったから、まあ、普通に着工じゃないのかなと思って買ったんですけど、ここにも書いてある、バージンアバ本来のきつみを残しながらほのかな甘みが特徴って書いてあるんですけど、これあれだ。これダメだ。これはなんだろうな。何の香りだ、これ。吸ったことあるなぁ、この感じの味。チョイスか。バニラではなさそうな。バニラではないかって言われると。バイオリンとかじゃないの、これ。ね、バイオリンっていう、バイオリンですか。
これは、バニラじゃないだろ、これ絶対。あ、最近アークロイヤルの、シャグが出たくさいんですよね。30g で、750円。まあ、俺買わないですけどね、これで。甘ったるいの嫌いなんで、もうアークロイヤルも吸ったことあるんで、紙巻きの方。これ甘ったるいなぁ、これなぁ。ダメだな、これな。おかしいなぁ。アムステルダマーオリジナル。これちょっとググってみましょうか。これデンマークのタバコらしいですね。バニラかこれ。何にせよこれ。しつこい。香りがしつこい。うん。ホルツのバニラとか、とんでもないですからね。なんだっけお前買ったとんでもないの。とんでもないバニラの明らかなる着光の香料の味が、風味がするという、とんでもない恐ろしい。そう。チョイスのダブルバニラ。うん。恐ろしい。それかもしんない。これあれかな、バニラの香りなのか知らないけど。まあ、どちらにしろバニラビーンズ舐めたら、食べたら苦いと同じ状況ですね。これバニラなのかこれ。だから、バニラの風味が、やっぱり、例えば、ショートピースとかは、ほんのりするじゃないですか。でも、これは、もう、明らかに、タバコの味なんていうのを、感じられるレベルを超えた、着光。チョイスのね、オリジナル、チョイスのオリジナルじゃないこれ、これ。これ、チョイスのオリジナルと同じじゃないこれ。ラム&チョコレートのフレーバー付加したチョイスの代表メーカー。これ、クソ甘くて、二度と買わんと思った。それだ、ほとんど多分。これ、バニラじゃないだろう。チョコレート。いや、これラムだな、これな。あ、ダメだ、これ。バイオリンと同じような風味なんで、多分、バイオリンもちょっと見てみましょうか。やらかしたなぁ、これ。
これバイオリンは、ワインっぽかったよな、これな、確かな。これも半分以上残して捨てましたからね。ブランデーのような芳醇な香りって書いてあるんで、多分、ブランデーか、もしくは、チョイスのオリジナルっぽい感じ。多分、チョイスのオリジナルかな？これな。チョイスのオリジナルのほぼほぼパクリみたいなもんって、これ味が。なんで、まあ、ラムプラスチョコレート。なのか、ラムだけなのか、もしくはチョコレートだけなのか。まあ、どちらにしろ、バージニアバの味なんてのは、一切感じられん。まずい。これ買わない。一つ星。これ下手したらあれですね。これは下手したら、捨てる可能性が出てくる。一つ星。ご視聴ありがとうございました。